皆さんどうも、高です。今回はですね三重県北部に位置します人口30万人ほどの四日市市の中心市街地を散策した時の様子動画にアップしてまいります映像の方ですが JR 関西本線利用しましてこの時は名古屋からですね移動をしてきてまいりました四日市駅を映しているところ になりますまあご覧のように特別駅の中や駅前に商業施設が見られたりするようなねこちらの JR 四日市駅名前のイメージとは反しまして、えー、町の中心市街地に位置する駅ではないんですね。 まあ、この JR 四日市駅を町の代表駅と扱うケースもあるようなんですが、この四日市市、三重県で人口が最大の町であるんですね。まあ、それでありながら、その四日市駅前、落ち着いておりますけれども、これ、駅前から伸びております、中央通り、西に進んで行って、まあ、途中、市役所なんかもありますけれども、そういったところもね、超えていって、 ずっと駅から西に進んでいきますと四日市の中心市街地が現れるという風になっておりますこの駅前に伸びている中央通りまあ、車道も広いですが特に歩道が広く街路樹が綺麗に整備されている印象がありますよねで、この道沿りに立っている建物高層マンションの割合というのが非常に多いイメージがあります まあやはり名古屋に行きやすいということでね JR の駅がありますからそういうことで集合住宅が数多く建っているものと思われますでその中央通りをしばらく西に進んでいきますとこちら大変広い道路が現れましたが国道1号線とクロスしているところになるんですねこの辺りになりますとオフィスビルがいくつも並んでいる景観 といううのが見られるようになってきてきまいりましたここをさらに越えて中央通りを西に進んでいきますと、まあ、ご覧のようにアーケード街が見られたりしておりますがこの街の中心駅であります近鉄の四日市駅が近いところになってきているということでご覧のように歩道の上にアーケード が設置されていたりそのままね奥の全外式アーケードに連なっていたりこんな風にアーケードの中いろんなお店が入っていますし、えー、反対側にもですねいくつかビルが並んでいるという風になっておりました、まあ本当ね JR 四日市駅前というのがかなり落ち着いた景観でありますから一見四日市市の中心駅前がかなりね 静かで、まあ、三重県最大規模の都市でありながら、かなり穏やかな、ね、都会的でない街並みになるのかなというふうに意見。思われそうですが、まあ、実際には、この近鉄の駅前が都会的である、というのがね、えー、特徴であります。この街の面白いところですね。えー、近鉄四日市駅のところに、えー、アスナロー鉄道というのね、アスナロ四日市駅というのもある。そうですね、地元の。 え路線もくっついているようですでこちらがえ近鉄のところ百貨店の建物もくっついておりますねえこれからですねこの百貨店の建物に沿ってちょっと北に市街地駅前を上がっていきたいと思いますパチンコ店やジャンカラのカラオケ店が入っているね建物が道沿いに並んでいたりしますでそのパチンコ店と近鉄の間に 駅に連なる通路みたいなものがありまして多くの方が歩いていらっしゃいますそこを越えてまいりますとご覧のように一気に飲み屋さん夜の雰囲気が感じられる市街地に変わってきました、まあ、駅に近いということでそれ以外にもホテルが複数見られたりしておりましてこんな風にやや高めのね、えー、ホテルの建物ですとかあと銀行の本店かな、えー、そういった建物が 目立っていいるという中心市街地に,なりますでさらに裏の通りに入っていきますとご覧のように飲食店ですとか飲み屋さんがかなり多く連なっている、えー、ところがありましてでこちら、えー、町の中央に諏訪公園というそうですが、えー、大きな、ね、公園がありましてその公園の付近公園沿いにですね、まあ、風俗系のお店も立ち並んでいるところがありまして。 まあこうした景観から四日市駅周辺中心市街地というのはかなり夜に強い街なんだなというのが感じさせられますよねでその風俗エリアからこれアーケード商店街の方にね向かって行ってるところになります結構広い範囲でね伸びておりますのでそれをまあ軽く見ていくことにします、まあ、この四日市市と言いましたらやはりまあ工業都市 というのがねね有名ですよもともと郊外の四日市ぜ息というのもありましたし、まあ、海沿いには四日市コンビナートというのがね並んでおりまして、まあ、日本を代表する工業都市の一つと言えるのではないでしょうか。でアーケードの中ですがローカルなお店がかなり多いですね。 で、そこからまた脇の通りを覗きますとこんな風にかなり飲み屋さんが多く並んでいて裏の細い通りにまでね味のある雰囲気というのが続いておりますこういう風にね中華料理店だったりちょっと怪しげな夜のね、えー、女の子と遊べそうなお店も並んでいるという、まあ、やはりこういう工業都市なんかは夜に強い、ね、傾向があるかと思いますから まあこの四日市市なんですけれどもこういうふうに駅前中心市街地にね商業施設がきゅっと集まっているわけですが年間商品販売額だったかなまあ、その商業規模というのが東海地方でもかなり大きなものとなっているそうでありまして、まあ、政令指定都市以外では ま東海地方最大級の商業規模でもあるようなんですね。まあですから工業商業ともに強い街になっているようであります。まあ、この駅前中心部っていうのもね、このアーケードの中まあ今映ったあたりカラオケ場以上ですとか、まあ、大手居酒屋も見られたりしますが、まあ、ローカルなお店が多くて、まあそういうところにね町の元気さというのが感じられるような気がしますよね。 で、電柱にね、あいみょんさんのなんか広告があって面白いなと思いつつカメラ向けたりしまして。で、映像の方は近鉄百貨店の建物の前に戻ってきたところになります。まあ本当にね、この百貨店の建物と駅がくっついているような感じですよね。で、駅前交差点のところスクランブルのね、歩道になっておりましたが、その先にオフィスビルが複数見えておりましたね。 電車の方は駅の東側から西側に抜けてきたところになります高架をくぐってねそうしますとご覧のように駅前のロータリー周辺に複数の中層建築のオフィスビルが並んでおりましてこの四日市の都会ぶりというのはね存分に発揮されているような都市景観になります、まあ、ロータリーのところ複数の路線バスとかタクシーとかね泊まっている感じでしたかね でロータリーからさらに西に進んでいきますと、まあ、奥の方に高めのホテルが見えたり立体駐車場があったりですねで。さらにそうしたところを越えていくと、まあ、大きめのホテルの建物がありましてその先、えー、市民公園という、ね、大きめの公園があるんですが、えー、そこにアピタ四日市店のショッピングモールがあります、えー、横にはです、ね、博物館とかプラネタリウムがあったりするようです で軽くこの中で買い物を私した後にですね駅に近いところの出入り口に抜けてきたふになります映画館ですとかサイゼリア書店小島の家電量販店がね入っているというのが、えー、建物にくっついているロゴからわかりますよねでそのアピタのところからまた駅の建物に向かってこちらも、えー、商業施設が並んだ歩行者天国のような通路がありまして 餃子の王将ですとか吉野家あと携帯ショップ UQ 等のね、えー、マクドナルドもね高架下にありますねそういう看板がたくさん並んでいてこの四日市市の中でも特に歩行者が多く見られるような駅前中心部のね、えー、賑わいが感じれるところになっております郊外編また別の動画でお届けしますご視聴ありがとうございました